大分県立総合文化センター地図大分県立総合文化センターは大分県大分市のオアシス広場21内にある複合文化施設である。酒造メーカーの3話種類が命名権を取得し、一い総合文化センターと呼ばれている。旧大分県立病院跡地に1998年に完成した複合施設オアシス広場21の文化施設部分であり、 老朽化した大分県立芸術会館の代替施設としての役割を担っている。2005年4月から、酒造メーカーの3話種類が命名権を取得しており、主力商品であるいいちこの名を冠して、大分県立総合文化センターが、いいちこ総合文化センターと呼ばれているほか、同センター内の各施設にもいいちこが冠されている。 命名権の契約は2010年4月と2015年4月に、それぞれ5年契約の形で延長され、2020年4月には2年契約で延長されており、現時点では2022年3月まで、引き続き現在の愛称が用いられる。年間契約額は、消費税の増税によって増額し、5250万円、5400万円、5500万円とされている。 いわゆる大ホールにあたる。愛称は、イーチコグランシアタ。2層のバルコニー席を有する囲み型のホールで、座席数は1966席。残響可変装置により、残響時間は約1.5秒から2秒まで微調整可能である。いわゆる中ホールにあたる。愛称は、イーチコートの泉ホール。シューブックス型のコンサートホールで、座席数は710席。 残響時間は1.5秒から1.8秒まで可変できる。愛称は E チコアトリウムプラザ。エントランスに設けられた1400平方メートルの空間でミニコンサートや展示会等が行われる。愛称は E チコスペース BE。練習室、映像ショーホール、県民ギャラリー、文化情報ラウンジ等の総称である。 4階部分に6つの会議室が設けられている。ありがとうございます。